私は、インドで修行したとき、毎日繰り返し練習し、いつでも無念無双になれるようになっている。だから、インドから帰ってきてからも、5、6年に、一度い、医者も首をかしげるような病に侵されたことがあったのです。何しろ、肺には、大きな血管があるわけですから、無理もありませんがね。でも、そうしたときに、 心が病から離れて無念無双の境地に入ることができたから医者もびっくりするような速さで回復したのですがそういう時も別にそうしようと思わなくても自然にそうなりえたんですこれも修行のおかげなのですこうして何度も危ない瀬戸際からさっと歯をかわして今日も元気でこうして生きているのですがそれは体の健康のことだけでなく 運命的な出来事の中にも随分危ないことがありましたそんな時瞬間的に出てくるインスピレーションによっていつも切り抜けてこられたんですとにかく人間というものは変化と転換の中に生きているのですからいつも心に無駄な重荷を負わせることになる心というものは 肉体と違って動きを止めようと思っても止まらないという特性があります。絶えず何事かを思い考えていたら心だって疲れてしまいます。ですから理屈抜きに心を無念無双の無音の境地において休ませる必要があるのです。でないと精神・生命の疲労は防げない。いいですか無音の境地こそ。 心の旅のののオアシスなのですから心の耳を澄まして空の声を聞く。要するに無性の境外、霊的境地に入ればいいわけです。心を和枯空の外に置き換えて五感気に砂だす和の妙法。枯空の外というのは何も遠い点にあるのではない。すぐ目の前にあるのです。騒音やいろいろな響きの中にも。 こののの虚空というものはあるのですよ。騒音の中にも音なき世界がある。そこに心を置き換えて耳から聞こえてくるものに気を取られたり体に感じることに気を取られたりしてはいけません。音を聞くなというのではなくただ相手にしないだけなのです。百年兵を養うはただ一日の乱を治めるためなり兵を 長い時間をかけて訓練するのはいざ鎌倉という時のためなのです。日頃から安定な諏訪をよく訓練して得得しておきなさい。そうすればどのような病気や不幸な事態が突然襲ってもうまく対処して柳に風と受け流して相手にしないで済む。何でもかんでもやたら取り組んで格闘するから逆に組み敷かれてしまうのです。 よく容量を得得して実生活に役立つようにしてください。世の中には他人の気持ちや事件あるいは病気のために圧倒されてしまう人とそうではなくそれと正反対の人がありますが私はその正反対の人間になろうと努力してきました。皆さんもそういう格調の高い人間になるよう努力する習慣をつけるようにしてください。 三郎はこのように安定だ諏訪について人に語っていました。また三郎はカントの自助伝についてもよく話していました。インマニュエル・カントは18世紀ドイツが生んだ偉大な哲学者です。カントはドイツの堅い中の小さな蹄鉄打ちの息子として生まれました。体には生まれつきの変形があり背中に 大きなコブができており、胸は変形のため、父と父の間が6センチメートルくらいしかありませんでした。このため、小さい頃から呼吸することがやや困難で、息をするたびにぜいぜいと喘息のような音を立て、脈拍も常に毎分、120回以上打っていました。そして、苦しい苦しいと言いながら毎日を送っている気の毒な子供でした。 もちろん医者に診察してもらえるような身分ではありませんでした。カントが17歳のある日のこと、たまたま村に巡回の医師がやってくるという幸運に恵まれました。父親は医者に見せたところで、所詮はダメであろうと思いつつも、とにかくカントの手を引いて診療所に足を運んだのでした。父親は医師に、できるものなら、 なんとかしてやってください。つらそうにしているのを見たり、苦しいというのを聞いていると、私たちもつらいのです。と訴えました。すると医師は、そうでしょうね。と言いながら、カント少年の体を見ていましたが、父親の思った通り、やがて、医師は、医学では、どうすることもできないと、父親に宣告したのでした。そして、そう言った後に、 関東の方に向いた石は、ゆっくりと悟すす。ようにこう言ったのです確かにこれでは苦しいことが多かろう。でもいくら苦しいと言っても君のこの体は治らない。それよりそれを聞かされている両親の方が辛い思いをするだろう。だからねこれからは苦しいとか辛いという言葉を言わないようにしてごらん。 いかにも聡明な顔立ちの感と少年は目を輝かし、じっと聞いていましたが、その言葉に素直にうなずきました。体の方は確かに治らないかもしれない。でもな、お前の心の方は病んでもいなければ、苦しんでもいないじゃないか。いいかい、ここなんだ。それを感謝して、これからの毎日を生きるようにしなさい。この一言に、 少年のカントは大きな衝撃を受けたのです。今までそんなことは考えてもみなかったからです。毎日自分の苦しい苦しいという訴えを両親はどんな思いで聞いてきたのだろう。そう思えば本当に申し訳ないことをしたとカントは悔やみました。お医者さんの言う通りだ。痛いの苦しいのと言ってみ。 体が良くなるわけでもないし苦しさが取れるわけでもないこれからは苦しいのは我慢しようでも心はなんともないのだからその心で何か考えるように努力しようそう思ったカントはその夜父親が「もうそろそろ寝なさい」と言うと「はい」と答えながらもその直後に心が病んでいないのはありがたいことだ 小さな声で言ったのです。父親は妙に思い、どうしたのだと心配げに聞き返しました。するとカントは、今日、お医者さんに言われたことを、今ここで復讐しているのです。と答え、さらに、これからは、お父さんお母さんに、心配かけないためにも、決して苦しいなんて言わないようにするからね。と、今までのことを詫びる一言まで、 付け加えたのでした。以後、苦しい中にも勉学に志し、大学に進むことになったのです。何も知らない田舎の病弱な少年が、この医師の一言によって心を揺さぶられ、魂の覚醒を迎えたのでした。その後は、立派な哲学者となり、偉大な業績を残したのです。しかし、こうした学問に取り組む間も、肉体の方は、 健全とは言い難い状態でした。にもかかわらず、決してそれに負けなかったため、あれだけの偉業を成し遂げることができたのです。それにしても、この医師の一言は、なんと素晴らしいことでしょうか。この一言が、一人の少年の人生を大きく転換させただけでなく、結局は、カントという偉大な哲学者を生む原動力になったのでした。誠にもって、 ここれこそ名医であると言えます肉体変調のドイツ医学の中にあってこのような医師がいたというのは驚くべきことです。結局カントはそう長くは生きられないという大方の予想とは反対に80歳の長寿を全うしたのでした。以上中村天風の生涯と教えについて述べてきましたが。 彼のののの哲哲学学中心にあるのが、です。文章で書くのは簡単ですが実際に病気の治療に役立てようとすれば哲学を学ぶだけではあまり実益はありません基本から洋画の行法を実践する必要があります細かいところは省略してありますが中村天風も基本的な洋画の体操から修行し 順にに高級な法法を習得して最後は瞑想法に進んでいったと考えられます洋画の奥義に立ちすれば正座したまま空中に浮かび上がる空中扶養を行うことも可能であると言い伝えられています。オウム真理教の麻原将校はこの空中扶養を売り物にして高学歴の青年たちを入信させました。 朝原が本当に空中浮要するような力があったのかどうかについては、私にはわかりませんが、朝原は、洋画の修行を行って、ある程度は特殊な、力ないし、人間的な魅力を身につけていたと考えられます。最後は、人間本来のあるべき道を踏み外して、宗教団体の教祖によくある思い上がりによって自滅していったのです。ここで大切なことは、 朝原程度の目らに近い人間でも、洋画修行によって、あのような大それた事件を引き起こすパワーを身につけることができたということです。朝原が洋画で身につけたパワーを、道義的に正しく社会貢献するような方向に利用していれば、オウム真理教は、あのような悪名を歴史に残すことはなかったはずです。普通の人でも、洋画の基本的な体操を熱心に行えば、 空中に浮かぶというような大それたことはできなくてもある程度は病気の治療に役立つというレベルまでは必ず到達できると考えます。以下の文章でヨーガの最も基本的な体操について述べます。毎日必ず一定の時間体操を行って自然治癒力を向上させ病気の治療に役立ててください。